堤孝太郎でございます。今日もですね、移動式自由自在録画スタジオビッグバン号より堤孝太郎のビッグバンをお送りしようと思います。でですね、これ撮ってる直前にそのメールが来たのよ。そのすごいのが来てね、早速お便りコーナー第一発として新人ルーキーの、剛腕投手シシドさんからのペンネームシシドさん、行ってみましょう。これ2通届いてたんだけど、まあ、まとめてちょっとお送りするね。両方とも1行ずつぐらいなんだよ。1番目、孝太郎さんかわいいですね、ハートマーク。だからどこがかわいいのよ、このこれのあの、なんていうのかな、まあ、このおじさんが、なんていう、初めて見る人っていうのは、ここの、あの、チャンネル登録っていうところを押してください。はい。あの、悪いようにいたしません。あの、なんでこんな話してるかっていうのの経緯っていうのがわかると思うので、やっぱり押してちょうだい。その、チャンネル登録。で、次、孝太郎さん、一回やらせてください。やみつきにしてます、やみつきにしてみせますよ、だって。その、シシドさんが何の画面を見て、このお便りを2通送ってきてくれたかって言ったら、チンチンペロリの話だよ。私の、チンチンペロリをして、国際親善をしたっていう時のやつを見たから、それに感化されて、俺がやみつきにしてやるよ、と。いう意味合いを込めてこの熱文を2行送ってきてくれたっていうね。やみつきにして見せますよって、もうなんかすごいバリテクなんだろうね、きっと。はい、次。ペネム杉谷さん、レギュラーですね。インディアンステーキ、放送の回っていうのがあるんですよ。過去のバックナンバー、ビャーっと、まあ、見ていただければ。インディアンステーキっていう名古屋にあるステーキ屋で、まあ、記録を作ったりとか、そこで物を食べ、ステーキ、まあ、普通にお金払って食べたりした時の映像っていうのを、流してるんだけれども、その時のコメント。一口の量がすごすぎるって。そう。お箸で掴めるだけガハッて掴んで口に運ぶからね、基本的に。で、過去ニコニコマーク。ちょっと痩せてた頃の孝太郎さんかっこいい。そう。その時は、名古屋に行った時はね、今からするとね、10キロぐらい体重が変わってんじゃないかな。うん。で、5月、そういえばね、5月の末までその、なんていうのかな。体を鍛えるというか、体を見直す期間としての実験っていうのを今やってるんだけれども、まあ、それで5月の末まででですね、まあ、具体的な数字で言うと、今86キロかな？うん。なんだけれども、大体ね。で、それを74キロまで落としたいなと思っております。はい。で、74っていう具体的な数字はどっから出たのかって言ったら、高校生の時に一番キレの良かった時の体重がそれだったんですよ。だから BMI 指数としては、その平、基準値よりも多いんだけども、体重と身長と、あと、まあ、当時の筋繊維のバランスっていうのが、74が一番良かったので、まあ、せめて74で行ってみようかと思うわけですよ。で、そんな目標を具体的数値として掲げた以上は、はい。これがですね、栗原さんなんですけども、杉庵さんのご意見から続いていくんだよ、これ。まあ、なんていうのかな。僕も、まあ、具体的な数字を上げた以上は、なんていうのかな。達成しなかった場合に罰ゲームが、とかっていう、そういう提案があったんだね。杉庵さんから。で、それに対して、ペンネーム栗原さんが、僕も杉庵さんに賛成です。やはり目標に対して未達成な場合、罰ゲームがないと身が入らないですよね。僕としてはやはり罰ゲームは、ピチピチの水着からポロリの様子を動画化して本当に最終回になるのが理想です。だから番組終わらせる方向にするな。本当に。最初の辺はなんか目標未達で、罰ゲームっていうところあたりまではまだもっともらしい話なんだけども、後半のポロリとか、なんて、水着とかっていうところから、なんかね、
違う方向性になってきてるんじゃないかと、ベクトルが狂ってきてるぞと、うん、いうところなんだね。で、まあ私の希望としては、その鼻から管突っ込んじゃって、ほんであの車椅子でヨロヨロしながらも、あの俺はまだビンビンだとかって言ってた森重さん、森重久彌さんみたいになる、そういう感じの ところまで行きたいから、この番組を。森重さん的に行ってみようっていうところまで行くからね。で、そうなんだよな。堤さん、こんにちは。まだ続きを、追伸が栗原さんあるんで、この動画を見ていて、新しい企画を思いつきました。ああ。まあ一応読もう。それは、ドキッ。一人だけの水着大会、ポロリもあるようです。ぜひよろしくお願いします。されない。よろしくお願いされない。次、ペンネーム栗原さん。もう大丈夫か、おい。もうホームラン製造機。まあね、これが。で、ペンネーム栗原さん、うん、これなんていうかな、あの時くるくるっていうところでベトナム式のうどんのフォーっていうのを食べたその後のお便りね、うん、で食レポ見ましたよって、で新たな境地に入りましたね、よだれが出てきました、ふと思ったのが、半田そうめんでパスタ作れるかなってとこです。そう、昨日の放送の頭、撮って、で、撮った後に見たら、栗原さんから来たっていうやつなんだけども、実際、この半田そうめんっていうのは、まあ、こういうレシピがあるんだけれども、全部が全部、まあ、考えてみると、そうめんもしくは、パスタ麺もしくは、中華麺。の代用品としてのそのメニューが載ってるっていうやつなんで、パスタ作れます基本的に。で、実際私もですね、もう大学生ぐらいの時だから何十年も前に作ったことありますんで、スープパスタにすると非常に美味しいです。で、パスタ作れるのかなってとこですって。で、あ、そうそう、ま、ナポリタンみたいな感じで炒めると焦げ付きやすいので、そこのとこだけは気をつけてください。で、パスタサラダなんかもいいかもしれないけどね、とかって書いてあるんですよ。うん、そうです。で、あと、昨日からね、なんか偽ハリマカチョウが暗躍してるわけですよ。その、なんて、元凶というか、元ネタになってるのは、栗原さん、君だ多分ね。断言はしないでおこう。ただ、栗原さんには、その、なんていうかな、なんかあるんだろうね、素質が。その、いたこになる素質、恐れ山の。ハリマ課長生きてるけども、憑依させてるんかもしんない。か、ハリマ式の、その、ハッキングっていうのを、なんで、ハリマ課長本人がやってるとかね。で、偽ハリマ課長とのメールのやりとりですが、まあ、コメント欄を、まあ、見てください。で、まあ、その時の、なんて、ハリマ課長がうんぬんってかっていうのは、ハリマ課長はここで見れるよっていうのも、その前回のやつもそうなんだけど、今回もちょっと貼っときましょう。ここ見たらいいですよっていうやつを。で、何のことだかよくわかりませんって、しらばくれてやがるなと。僕は堤さんとそんなやりとりなんてしていないはずですが、てんてんてん。それは本当に僕だったのでしょうかって。だから、24人のビリー・ミリガンとかっていうなんか本があったでね。ダニエル・キースが書いた。ああいう感じで多重なのかもしれないね。だから、あと20人ぐらいなんかパターンがあるかもしれない。例えば、山下くんとかね。岡田くんとか。そういう、なんていうの、20何人いるかもしれない。大平店長とかね。で、それは本当に僕だったんでしょうか、本物のハリマ課長だったのでは、クエスチョンマーク。だから違うっつうの、文体が違うもん。まず僕のあらぬ誤解が解けるようなことを期待したいです。あらぬ何、あ、何があらぬ誤解って、ありありじゃんとかって、もう、どうしましょうって。で、そう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 。まあ、今日最後のお便り行ってみよう。はい。最後、鳥を飾るのは、はい、この絵でわかりますね。これも、常連リスナーのパーマンガッツさん。
ストレッチマンの会を見てだね。うん。で、相変わらず卑猥な動きにしか見えないんですけど、クエスチョンマーク。で、次。犬のぬいぐるみの代わりに穴子のぬいぐるみを入れてください。チーンだって。セルフ式ツッコミやってるの。チーンってやってる場合じゃないよっていう。あのね、赤塚先生の、その、うなぎ犬の人形だったら、まだ、どっかのデパートかなんか行きゃ、おもちゃコーナーにあると思うんだよ。うん。赤塚先生の、なんかロゴが入ったやつが。だけど、なんで、穴子はないでしょ、と。しかも、もう100歩譲って、その、長谷川町子記念館の知的所有権である、その、穴子くん。アナゴくんであっても、それも多分ないと思うので、うん。当座のところはね、犬の名前、あ、そうそうそう、犬の名前募集に当たって、景品つけることにしました。うん。で、何かって言ったら、当選された、そんなあなたにはっていうんで、堤さんが書いたですね、これは本当に私が書いたやつだよ。うん。ほら。堤幸太郎画伯でしたとかで、こっちに、アンディ・ウォーホルって嘘で書いてみたんだけどね。だけど、これをですね、当たった方にはプレゼントっていうことにしましょう。うん。それもね、送り方をちょっと、トンチを聞かせてだね。まあ、絵は送ろうということで。で、じゃあ送料はどうしようかって言ったら、そう、なんて、代引きみたいな感じで、なんか送料向こう持ちみたいな感じで送りつけるっていうのをやってみようね、これ。だからこれがですね、犬の名前採用された方には、嫌でも届くっていう、そういうシステムにすると思いますので、はい。こちらの方のお便りコーナーに、どんどん送ってほしいなと、犬の名前。犬くんはね、初めて見る人はわかんないだろうけども、この犬くんです。はい。彼の名前を付けて、もう男の子っていうことにします。はい。彼の名前付けてほしい。だーっていう感じです。はい。なので、いろいろ、まあ、盛りだくさんの今日の放送でございました。はい。では次の動画でお会いしましょう。シャバドビアバ、シャバドビアダバダバ、ダー